所管に預かりました京都大学大学院工学研究科と社会工学専攻の藤井聡であります。京都大学では、京都大学レジリエンス実践ユニットのユニット長も務めさせていただいております。今日は今ご紹介いただいたような消費増税のお話をいたそうと思ってございます。で、私自身はですね、申し上げた大学の仕事とそれから表現者クライテリオンという雑誌の編集長もやっております。この表現者クライテリオンというのは表現者という西部進先生が東京大学のこの場におられた西部進先生が立ち上げられた発言者という雑誌、それが表現者になったんですが、その雑誌を引き継いで今、他界されましたので、去年その他界されました後、あと前後から表現者クライテリオンという名前でリニューアルして発行している雑誌であります。でこの雑誌の内容は今の KBS 京都で、アルバママ京都ですね、アルバマ何だったかな、忘れましたけど、藤井聡のアルバママ日本、違うアルバママラジオですねという番組をやっている。そちらで毎週月曜日9時半から、KBS で流している内容でもあります。今日はこの、消費増税の問題なんですが、これは去年の10月に法人として出版した本でありますし、これは去年の11月に、消費増税を凍結せよということで表現者クライテリオンで編集した雑誌であります。で、実は去年の12月28日まで内閣官房で参与をやっておりまして、アベノミクスの僕個人から見るとですね、アベノミクスの提案と申し上げても僕は全然いいと思うんですけど、それ以外にも、浜田先生のご提案もあったと思いますけど、本来のアベノミクスというのは、積極財政を行い、そのサポートとして金融政策を行い、でその中身として、強靭化ですとかインフラ政策とか地方創生を行うことを通して、日本を豊かにするというのが私個人が考える、経済政策だったわけですけど、それを安倍さんにこうご提案してたところ、それ以外の竹中平蔵先生のアイディアとか、リクエ派と呼ばれる浜田光一先生のアイディアなんかもこう付け加えながら、この3つをこう合わせたような格好でですね、主に結局はリフレ派のご意見が強くなったんだと思うんですけど、アベノミクスを出来上がってきた一つのサポートした提案した学者の立場として提案したもので、で、そのアベノミクスの成功あるいは私自身が提案する経済政策に近づけるための努力として6年間お伝え申し上げてアドバイザーとして、お仕事させていただいたんですけども、このアベノミクスを成功させるためにもどうしても全体条件があったんですね。それは何かというと、デフレが脱却するまでは消費増税をしないという一点です。デフレが脱却できれば消費税の話を再開することはありだとは、必ずしもないとまでは言わないんですけど、デフレが脱却できない間の消費増税というのはこれ言語道断だと、論ずるまでもないくらい当たり前の話で、風邪をひいているときに寒風摩擦したらあかんとか、なんか服を着ないで雪の中に外出てったらあかんとか、なんかそれぐらいの話の常識問題として、わざわざ学者としてとか、なんとか大学としてとかって以前に、わかるやろお前ぐらいの話ですから、でそれも前提ですよねみたいな感じで内閣で仕事してたわけで、実際、最近、Facebook なんか見てますと、なんかいろんな人がいろんなものを送ってきてくれるんですけど、2012年の安倍晋三氏がですね、総理になる前、あるいは、総裁になる前は、デフレ脱却までは増税はいかんということをいろんなところで何回も繰り返しおっしゃってる。それはもう僕が言ってたからっていうのもあるんですけど、当たり前だからなんですが、どうやらその当たり前が2014年にも無視され、2019年にも無視されそうだと。2014年無視の時には政治的にもしょうがないところもあるかもしれないし、また1回の過ちなので、なんとかその過ちをコンペンセーション保証することもできないかなと思っていろいろ頑張ってたんですけど、どうやら増税しそうだと。この人また謝るんかいなと。そうなるとですね、とてつもない財政政策をやらなければ
デフレ脱却しない、アベノミクス成功しないということになりますから、まあまあ、消費増税、税率が 10% でも 20% でも、政府予算が100兆とか200兆になるんだったら、まあ、別にデフレ脱却ができるので、理論的に無理だとは言わないですけれど、まあ、増税してしまうような人たちが、増税した後で15兆円の補正予算を6、7年続けるなんてことはありえないですから、一応、理論的にはそれありますよとは言ってますけど、まあ、ありえないでしょうから、まあ、これはちょっと増、まあ、本当に増税するんだったら、これ、アベノミクスも 100% 失敗すると。というか、っていうか、あ、この人らデフレ脱却する気ないねんなと、まあ、そういうふうに判断せざるを、えらいばかりの、愛してる、愛してる、いながら何回浮気しとんねんみたいな話ですから。そんなも辛抱できんやろお前みたいな、このまま離婚するしかしょうがないみたいな話にこう、まあ、なるわけですよね。その雰囲気があるから、まあ、別にあなたと別れるわけじゃないけれども、外で言論活動として消費増税反対をさせていただいて、もし総理が消費増税を止めたいというお気持ちがあるんだったら、僕のこの閣外でのこの取り組みをご利用くださいと、まあ、そういう趣旨で僕は徹底的に、まあ、こういう本を出しながら消費増税の反対を、まあ、申し上げてた次第なわけですけど、驚くべきことにですね、ほんまに増税しやがったという話なわけですね。これでまず、もうこれはもうなんていうか、まあ、当たり前の話なん で、むしろ本来だったら、京都大学だったら経済学部の先生方が名誉教授であろうが助教であろうが、もう博士課程の学生だろうが何でもいいので声を上げるっていう話なんです。僕は本当ね、恥ずかしい、京都大学の教員として。僕は別に都市長が工学専攻の人間として、まあ、公共政策論だから、公共政策もの中に経済政策も入るから、僕は声を上げてもいいけれども、本来だったら経済学部の皆さんがやるべきですよ、こんなこと。日本はお前その気持ちがないのかと僕は思いますね。学者としての教授がないのかと僕は思いますね。それぐらいの話なんですよ。何に気を使ってるのか、何に忖度してるのか知らないんですけれど、学会である以前に一人の人間だろうということですよ。学会員である以前にですよ、一人の京都大学の、あの京都大学の教授だろうと、学者だろうと、恥がないのかと僕はそれぐらい思うぐらい当たり前なんです。で、まずその証拠の数々を僕は今日いくつかお示ししますけど、なぜ僕はここまで強く京都大学の経済学の皆さんに対しても批判の目を差し向けるのかというとですね、明らかだからです。もう今から申し上げる様々な証拠があります。まず一つずつお見せしていきたいと思います。これは実質消費と呼ばれるものの推移なんですけれど、実質消費というのは要するに、まあ、日本経済っていうのは恵みが良かった経済ってことなんですよ。お金がいっぱいぐるぐる回って、お金が儲かって、いっぱいお金いっぱい使ったらいっぱいいろんな楽しみもあるし、お金いっぱい儲かったらそれはそれでいくんだし、そのお金ぐるぐる回っていくと、まあ、簡単に言うとですよ、金は天下の回り物。お金があんまり回りすぎるとちょっとバブルみたいなって良くないですけど、し、あるいはもうデフレで全然お金が回らないのもみんな100均しか行かへんっていうのもこれ問題ですけども、いい塩梅でお金がぐるぐる回るのがまあいいことなんですよね。でその時に消費っていうのがある程度こう伸びていくのがすごくいいことなんですよ。これは一つにはやっぱ消費生活が豊かになって、別に人はパン飲みに来るにあらずですから、別にお金さえ使っていれば幸せでも何でもないですけど、衣食足りて礼節を知るって言いますから、やっぱりあんまり貧乏やったら不幸になるのはこれはもう別にそのヘドニックサイコロジーなんか申し出さなくても、まあ、当たり前の話なんですよね。だからある程度幸せのためにお金使っていかなあんたら消費が拡大していくっていうのはそれはそれだけでいいことなんです。これが一個。もう一個、消費が拡大するということは別にその使ったお金がゴミ箱に捨てられるわけじゃなくて、お店屋さんに入ったり工場の労働賃金になったり散髪屋さんの賃金になったりとかするわけじゃないですか。したがって消費が伸びるということは我々の賃金が増えるということです。賃金が増えることはすごくいいことですよね。で、賃金が増えるということは、で消費も増えるということは生産も増えるということです。で、日本の生産能力がどん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 上がっていくということです。消費が伸びていくということは工場のレベルも上がるし、それから量も増えるし、質もどん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 上がっていく、芸術的なレベルもどん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 上がっていって、文化的なレベルもどんどん上がっていく、そういう側面が過剰な消費社会というのが、ね、ボードリアル的な批判というのは当然あるとしてもですよ、経済学的な視点で言うのならば、消費というものが一定程度伸びていくということは人類の幸福に資するわけですよ。少なくとも経済学というものはそういう側面から人類の幸福を目指すものなわけですよ。したがって消費というものが伸びていくことが一定程度必要なんです。ここはね、まあ、ここです、数なんです、ここは。で、その消費がどう伸びていくか見ていったらですよ、消費税が、3% 2.6% ずつ拡大をしています。で、5% になります。
ゴーンと下がります。で、まあ、一応伸びてきます。伸びてるんですけど 1.14% ずつしか伸びてない。ここで重要なのは、理系的に重要なのはこの伸び方がの分散がボラティリティが低いということです。ほとんど滑らかなスムーズなスロープで上っていくのが分かりますよね。すなわち本当にこの時の日本経済の経済成長能力は消費でいうならば 1.14% あったということです。でもそれは 3% の 2.6% の4割程度に下落しているということです。消費税が増税されることで経済の伸び方にが鈍化したんです。しかもその鈍化というのはたまたま見かけの相関で鈍化しただけじゃなくて、この滑らかなスロープは因果関係の帰結としてこのスロープが下落したと解釈する以外に理性的な解釈は不可能だと。経済学部の皆さん、ぜひこれを論破してください。できるんだったら、できるもんならやってみようですよ。でその次リーマンショックの東日本でこのどうたらこうたらなりますけれども、その次平均伸び率が 0.4% に落ちるんですが、これは 8% に増税した時です。この時のまた時間も短いしスロープの滑らかさは一定程度そんなに高くはないですけど、明らかに伸び率は減っているわけです。そしてその下落もやはりまだ6割程度に下落しているわけです。もうこれで消費増税がいかに大きな破壊を日本にもたらしたかが一目瞭然だと僕は思います。これ経済学をまだまだまだ以前にデータを見れば当然です。むしろ経済学部よりも工学部の方が適切なんですかね、こういうことを理解するためには。明らかじゃないですか、これは。でしかも理論的に言ってですよ、バブルが崩壊し日本経済の所得の伸びが下落してた時、この時に消費税が増税するということは所得が上がらないまま物価だけが 2% ですね、この時だったら 2% 上がるということです。経済学部の普通のその需要曲線の供給曲線で考えたらですよ、物の値段が上がったら需要が減るに決まっとるじゃないですか。経済学っていうのはそうやってできてるんでしょ。均衡はそうじゃないと解けないでしょ。ということは物の値段が 2% 上がるんやったらそんだけ消費が落ちるの当たり前やないですか。当然だからこれで 2% 下がります。で伸び率だって当然減っていく。だってそもそもですよ、我々京都大学の交通工学でも交通経済学の皆さんでも言ってますけど、渋滞を解消するときに何をやろうということが経済学で一番正しいかご存知ですか。ロードプライシングですよ。ロードプライシング、これ何かって言ったら、渋滞してるんだったらそこのコンジェスチョンチャージングをして渋滞してる道路の料金を上げれば交通量が減るって教科書に書いてあるじゃないですか。交通量を減らしたかったら交通税をかけたらいいんでしょ。炭素を減らしたかったら CO2 を減らしたかったら炭素税かけたらいいんでしょ。そしたら消費を減らしたかったら消費税かけたらいいに決まってるじゃないですか。だから消費税というものは消費を減らす以外の機能はまああるかもしれないけれど、その機能は 100% いく一歩存在してるわけじゃないですか。バカが考えても分かる。むしろ経済学部の教科書にそう書いてあるでしょ。なぜこれで怒らない日本の経済学者ども。で実際にもう伸び率が減るわけでゴロッと下がって、ほんで当然ながらこれはほとんどあれですよ、あの消費におけるオウムみたいなもんですよ。消費税ってオウムみたいな、電気抵抗、電気抵抗が高かったら電力下がるじゃないですか。電圧は上がるかもしれんけどっていう、まあまあ、まあ、どっちでもいいですけど理系で言うとそうですよ。だから当然なのここで抵抗が上がるんだから、抵抗が上がるんだから消費下がるんですよ。だから伸び率も下がるんですよ。ここでも 0.4% になったんですよ。ですよ。でさらにここで重要なデータで見たら明らかなんで、 3% の消費増税はインフレじゃない状況下においては 3% の実質消費の下落をもたらします。当たり前です。100万円、まあ、まあ当たり前なんです。これもだって物価が 3% 上がるんだから、で 3% 少なくとももうちょうどスコーンと実質消費下がるんです。で 3% 下がりました。今度も 2% 下がりました。 3% 下がりました。 3% 下がって 0.4% しか伸びてなかったらですよ、その下がった 3% 取り戻すのに何年かかりますか。小学校3年生ですよね。7年から8年ですよ。14年の消費増税をやったインパクトを元に戻すために7、8年かかるんですよ。そして今回さらに 2% 上げたんでしょ。そしたら少なくとも 2% 下がりますよ。そしたらおそらくはもうこのパターンで言ったら 0.2% 程度のみになるんでしょう。これはまだ今のところわからない。仮に 0.2% だとしたら 2% 下落しても取り戻すのに何年かかるんですか。10年かかるんですよ。
その間中国がどんだけ経済成長しますか。韓国が、インドが、アメリカが、ヨーロッパがどれだけ経済成長するんですか。消費増税をした政党って確か保守政党ですよね。中国、韓国、北朝鮮やら何やらに強く出たいんちゃうんですか。何を笑わしとるんですか日本。左翼であろうが右翼であろうがこんなもん許せない話です。これ保守的に言ったら韓国やそれからアメリカや中国との国力の格差を拡大させるわけでしょ。左翼が保守で言ったらですよ、左翼側で言ったらですよ、これによってどれだけの方々が貧困化するんですか。どれだけの方々が生活の苦難をなめるような生活をさせられるんですか。消費増税によってなぜ怒らない日本人は。内閣支持率は一応まだ下がってきて下がってきました、逆転しました言ってますけど、まだ 40% 支持してるんですよこの国は。こんなひどいことをして僕にはもう意味がわからない。さてまあこれ理論的にこう考えて、今回の消費増税がとてつもない被害をもたらすということが予想されます。今回どうなったかというのを蓋を開ける前に、この14年の消費増税で安倍内閣は一体何をもたらしたのかを見ていきたいと思います。これは非常にひどいグラフだと僕は思います。これは、賃金の推移を意味しています。これは指標で確か2015年が100かなんかだったと思いますけど、まあまあそれはどっちでもいいです。でご覧のように、97年までずっと賃金はまあ上がってたんですね。まあ、消費増税をするまでずっと賃金上がってました。だって昭和30年とかの頃って初任給2万円とかじゃないですか。ちょっと僕はっきり分かんないですけど、で40年で5万とか6万とか50年で7、8万とか9万とか10万とかでずっと上がってきてたんですよ。で97バブルが崩壊してまた上がってる。でも消費増税をしたことによって消費が冷え込むから賃金が、消費が冷え込むと賃金減りますからね。我々の賃金の源は消費ですから、日本経済の 60% が消費ですからね。で消費税で消費が伸びなくなったから賃金が伸びなくなりました。これはもう因果関係からも当然そう予想できると同時にデータでも明白です。でリーマンショックでちょっと下がります、ちょっと回復しかけてました。ところが安倍内閣は消費増税をします。消費増税をすると消費が減ります。しかも実質賃金は物価が 3% 強制的に引き上げられることを通して実質賃金は 3% 強制的に引き下げられます。ご覧のように 10% 増税をしたら2014年で 3% スポンと下がります。そしてそれからもさらにどんどん下がっていく。この辺横ばいになっているのはデータの改ざんがあったからであることはほぼ間違いありません。で実際このデータの改ざんが、覚えてあります、データ改ざんがあったじゃないですか、賃金のあれもやっとるんだ。これなんかあんまり下がったらやばいなと思って、僕は役人がどこかの役人がなんか舐めとるんですよ鉛筆を。教材の職員はそういうことしないと思いますけども、もうやっとるわけですよ。でここでもう2019年にもうすでに 1% から 2% 下がってます。したがって2019年の10月まで2010年の4月からのこの5年間5年間でもう 9% から 10% の実質賃金を下落させた。これは決まって支給する給与というもので、これは、サラリーマンの給与ですが皆さんの給与と一緒です。公務員も比較的守られているのかもしれないですけれど、もうサラリーマン全体が 9% 下がったんです。でここで 2% 上がったのでここで確実に 2% 下がります。でそれが付随でさらに 1% から 2% 下がったということで、安倍内閣下において 11% から 12% サラリーマンの給与が下落することが確定してるんです。そんな内閣一つもない。これで暴動を起こさないの日本人ぐらいですよ。フランスやったらもう黄色いベストとか赤いベストとかなんか着てますよ。なんなんですかこの国は。京都大学ですら反骨精神の府でしょ京都大学っていうのは。何をしてるんですか京都大学。ここのデータって、しかも経済学の人間これ怒らないおかしいですよ。何やってるんだでしょう。もう本当に信じられない。 10% 下げたということはですよ、安倍内閣下で500万の賃金の人は50万給料を失ったってことですよ。1000万の給料あった人は100万なくしたってことですよ。しかも毎年ですからね、毎年毎年500万給料もらってた人は50万ずつお金を失ってるんですよ。曲がり間違ってそれが全部税金になってたらいいですよ。それはでも違うんですよ。税金には一部言っただけで、あとはお金消えてるだけなんですよ。経済っていうのはね、
経済って何かっていうとね、1万円しかお札がなかったとしても、僕と誰かがいて、こいつが年間500、あ、1円あってね、これ年間500兆回やり取りしたら GDP500 兆円なんです。これを1円玉しかなくて、これを100兆回しかやり取りしなかったら100兆円なんです。これが経済っていうものなんですよ。だからお金がぐる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 回ったら、あの GDP で拡大していくってことなんですよね。だからあの速度が遅くなったら賃金が遅くなるんですよ。賃金がちっちゃくなるんです。消費もちっちゃくなるんです。だから50万円損したってことは、50万円誰かが財務省が持ってったっていう話じゃないんです。消費税を増税するということは、ここでのお金トランザクションがのスピードが、マネタリーのスピードが、ベロシティが下がるんですよ。50万円分下がったってこと、一部それは財務省持ってってますから、これぐらいですよ。そんなもん、あいつら罰金かけることを通して、この速度を低下させることを通して、僕たちの消費も減らした、僕たちの収入も減らしたんですよ。そして500万円の人にしたら、50万円ものお金の収入を減るぐらい速度を落とさせたんですよ。こういうね、授業をね、巨大のマクロ経済でもやってください。実地でこんだけの現象が起こってるんだから、何のための経済学ですかということでね、まあ、こうなってるということで、まあ、僕はこれも増税する前からやばいと、やばいと思った。でまずだから、ここでずっと言ってるのはデフレ脱却してないから、ここでやったらまた下がるとなんか絶対上げるなと言ってたんですよ。ところがですね、これは出したのが10月で、今年の夏ぐらいになってたらもっとやばくなってきたんですよ。何かというとね、米中経済戦争っていうのがあってね、これが貿易が冷え込んできたんですよ。貿易冷え込んで、そうすると日本っていろいろトヨタやらソニーやらあってね、なんか物を作って売り飛ばしてるじゃないですか。でこの輸出が減ってきてるんですよ、今年になって。てか去年の秋ぐらいからスーッと減ってきてる。スーッて、ね、こうね、ほんま面白いもんでね、去年の秋ぐらいまで増えとったんですよ。その去年の秋ぐらいからこうスーッと減ってきたんですよ。でね、まだ去年のこの本出したぐらいやったらまだ頂点やったから、増えるか減るかようわからなかったんですけど、減るやろうなと思ってたんですけど、今年の秋ぐらいになって、夏ぐらいになってきたら、もうバーン下がっても減ってきたんですよ。うわやばーこれと。外需、要するに輸出が減っている中での消費増税はとてつもないことになるんですよ。これはあかんわ。いや前までやったら風邪ひいてる時に寒風摩擦したらあかんみたいな話だったんですけど、もう肺炎なりかけてる時に寒風摩擦したらあかんみたいな感じに、もう肺炎ですよこれもうみたいな感じになったんですよ。理論的に言うとこうです。2014年の消費増税、こんだけのディープインパクトをもたらしたんですが、実は消費増税やってから、消費増税をね、やった後もね、一応ね、まあまあ、経済自身は、ちょっとここではないですけど、まあ伸びてたんですよ。2014年の、賃金は下がったんですけど、GDP 全体でいうと、なんとなくだらだらと上がってたんですよ。それを見て多くの経済学者、あるいはバカですね本当経済学者、中身見ろっていう話ですけど、多くの経済学者とかエコノミストとかは、日本経済めでめで大丈夫だよって言うとったんですよ。経済財政諮問会議で、うえー、すぼけたいよとか言うとったんですよ。ちょっと頭おかしいんじゃんかと思ってましたけど、でもうえー、見切ってるよとか言うとったんですよ。でもそれはまあまあ半分嘘で半分正しいのはね、消費はへこんでるんですけど、でも輸出は伸びてるから、まあなんとなく全体はなんか伸びとったんですよ。でもみんな貧乏になってたんですよね、こうやって。でもこんなあいつら別に庶民の暮らしなんてどうでもいいんで、あんまり考えてないですよね。政治家ってあんまり庶民のこと考えてないですから、考えてふりすることだけが得意なんだけど、特に考えてる人たちじゃないですからね。まあまあまあ、でも全体は伸びとったんですよ。でもね、それ外需が伸びてたからです。外需が伸びて消費税増税したらまだそんな大変なことにならないんですけど、1997年の時は消費税を増税した時に輸出が横ばいだったんですよ。輸出が横ばいの時に消費税増税したら内需が減るから経済は下落するんです。
ほいで97年から日本経済はダメになったんですよ。証拠を見せしましょう。ね、これ GDP の推移です。ずっと伸びてました。バブル崩壊してもまだ頑張って伸びてました。でも消費増税やりました、ダメになりました。なんでここでダメになったかって言ったら、輸出が横ばいだった、伸びないのにかかわらず増税をしてしまったからダメになりましたということなんですよ。さて、僕今さっき何言ったか思い出してください。今年の夏ぐらいには、あ、輸出が右肩下がりで下がっとるという状況だと。横ばいですらひどいことになったのに、下がってる中で消費が減るような消費増税したら、まあ、とんでもないことになると。だからもう絶対あかんわこれと散々言ってたわけですよ、ね、だから去年の時点でももうアウトだったんだけど、今年の夏がもうとんでもないっていうことがさらに明らかになってきたわけです。これあかんわと、ほんまにやめてくれと。これ首相動静見てただけで分かりますけど、8月官邸行って説明してますからね。僕の官邸だけじゃなくて、それも二階さんなり岸田さんなりもいろんな人にもずっと説明してますから、ほんまにやばいですよこれと。頼みますか、日本ダメになりますからと。でもなんかもう官邸周りのやつとか自民党に出入りする学者どもはね、いやいや日本経済すごくていいけど大丈夫ですよ、消費増税をしてって、日本経済はアベノミクスが成功してますからとかってばーっと言うとるわけですよ。だって政治家はそういう言葉聞いたら、あ、気持ちいいと思いますからね。やっぱそう、そうだよな、藤井がちょっとうるせえんだよなあいつみたいな、だって藤井バカだしなあいつ、ひげ生えてるしなみたいな感じになるわけですよ。でも何ぼ言うてももう全然聞き届けられなくて、まあ結局増税されました。はあ、あれです。いや、僕はもう心の中で10月1日にねプチって切れましたね。あ、なるほど、熟年離婚ってこういうことやねんなみたいな。ああ、なるほど、熟年離婚やるとこうし、今まで散々尽くしてきたわけですよ旦那に。でもろくでもない旦那であることは100も承知なわけですよ。でももうなんか一応結婚した自分の責任がありますから、こうなんとか辛抱してきます、まあ、子供も育っても、でも最後の最後もあんたそこまでやるかとなったら、こうプチッとこう、で旦那に対する評価は1ミリも変わってないですよ。ろくでもない旦那であることを知ってるわけですよ、自分で離婚する人は。ろくでもない旦那知ってるわけでも、ただなんか意地というか、なんというかこう自分の心の張りというかありますよね。なんかいや、もう一応約束したんやなと、エンゲージリングでね、その目をとなってんがそんなの分かれるので簡単にしたらあかんと約束だけで辛抱してきたけども、あまりにも理不尽やったらプチッと、あ、もうええわこいつってなりますよね、きっと。 なるんでしょう、熟年離婚される方って分からないですけど。だからね、あ、多分こういう気持ちやろうなと思って、だから、ね、自分の心の中で何とかね大きく変わりましたね。今まで何とかこう支えようとか、こう何とかしようと思ってましたけど、 ここまで裏切られたらね、なんかもうええわ俺。もう今日もラジオの収録で叫んでたのが、安倍内閣は反社会勢力ですって言ってね。でも安倍内閣は僕のことを絶対否定できないはずです。なぜならば反社会勢力の定義は定まっていないんですよね、安倍内閣さんっていう。だから何も言えないですよね。ということで僕は安倍内閣は反社会勢力だと思います。なぜならばこんな消費増税なんてやっちゃったから、反社会的な行為を閣議決定でやっちゃうんだから反社会勢力ですよね。全然言ってももう何とも思わないみたいな、熟年離婚した女の力は強いみたいなところですよね。さて、でもそこでまあ10月でプチッとこう、あ、こいつもうマジで増税しやがったなと、でも知らんぞと、もうマジで知らんからなお前と思ってたんですよ。だからもうそこからもう、まあ良くないことですけど、良くないことですけど、さあどんだけ悪いデータ出てくるかも、どう見とけよほらと思ってたわけですよ。そしたらまあバン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 と出てきた。これさっきここで作業してたのはその最新のデータをちょっとスライドにまとめてたんですけどね。まず小売10月の対前年同月比で 7.1% 減少してます。これ14年4月は 4.3% 減少ですから、すごいですね。今だからお店やってる人全員 7% 売り上げ減ってるんですよ、去年に比べて。すごいですよね、 7% ですからね。これもうたった 2% の増税ですよ。 7% 下がってます。でこれ14年4月は
3% 増税した。よくね、官邸の中でもなんか、いや、この間 3% だけど、今回 2% だから大丈夫でって言うとるやつ多かったんですよ。万全を期すからって言うとったんですよ。ね、でもどこが万全やん、お前ですよ。前よりへこんどるやんけ、お前ですよ。前に 3% で、今回 2% で、なんでもっとへこんどんねんっていう話ですよ。しかも今回はですよ、安倍内閣は 6.2 兆円のお金を吸い上げて、そこに3000億円を上乗せして 6.5 兆円を支出してるんですよ。なんかこう吸い上げた分吐き出すことを通して消費増税のインパクトをゼロにすると豪語してたわけですよ。吐き出したことこんだけですよ。でもこれはね、だから外需がへこんできてるからということもありますし、もう一個ね、僕はこれあの京都大学で、これ京大の研究でやったんですけどね、これどっかの研究費使ってやらせてもらったんですけど、あ、工学部もちゃんと処理いただいたと思いますけども、あのちゃんと研究費でね、処理して実験やったんですけど、どういう実験とかって言ったらね、僕はこういう、僕はあの心理学をずっとやってるのでね、あの消費者心理から考えるとタックスセイリエンスっていう概念があって、これはタックスっていうものは、税というものはセイリエント、あの顕著性が高ければ、すなわち税というものが見えればすごい人間嫌になるんですよ。あ、税こんだけ払わなあかんねって思うと、すごい消費に対してネガティブインパクト、悪い影響が生ずるんですね。で 8% の時ってちょっと計算しにくいじゃないですか。3260円の 8% ってなるじゃないですか。でも 3260円の 10%、 ああ326円ね、もうすぐ出てくるんですよ。だからね、あの15万円のスーツ1万5000円だと、200万円だと、え、20万かな、ね、すぐ分かる。その 8% やったらとかちょっと考えるんですよ、ね。まあ、200万ぐらいだったら、8% であ、ちょっとそれでも考えますよ、16万と。ちょっとで、そのちょっと考える間に他の話題とか言われたら、とか言って、その税の痛みを感じる前に話題が移ってしまったら、それ分からんうちにこうと思ったりとかするわけですよ。これコンシューマービヘイビアで、コンシューマーサイコロジーで、そういう研究とかいっぱいあって、まあ今心理学っていうか経済学の中でも今セイラーとかがそのノーベル賞取ったりとかしてるんですけれど、で 10% ってもうこれ理系じゃなくて文系でも誰でもすぐ分かる 10% ね。だから税の顕著性が高いから、その消費行動に対するネガティブインパクトは高いだろうということを僕は推定したんです。でそれで実験をやってね、こう実験計画をこうやって、僕の推定はね、14年増税の5から8円の増税をのネガティブインパクトを100としたら、あ、ここに書いてますけどね、これ証拠残ってますからね、100としたら、今回の 2% の増税は141のインパクトがあるだろうと、 1.4 倍だろうと計算してたんです。 1.4 倍以上だったですね。 4.3% で 7.1% やったら、で、まあ、まあそれはやっぱり、まあ、それに一致するような結果ですよね。で実質消費は 4.6 元が 5.1 元ですからね。だからこれが、2%、 だからそうですね、だから小売りと実質消費の変化率の真ん中ぐらいが 1.4 番ですから、まあ、だからオーダーを出ますよね。だからやっぱりこう京大の研究室貸していただいて行った、これ実験計画でやった我々の計算からすると、まあ、1.4 倍ぐらいのネガティブインパクトがあるだろうという予想を、まあ、大体一致しているような結果になってますよね。まあ、科学者としては嬉しいけど、国民としては何も嬉しくないですけどね、これ。なんて冷え飛びやないかということですから。で、実質消費 5% 減りました。で、自動車は 17%、機械器具 15% ですよ。めちゃくちゃですよね。僕の友人の自動車ディーラーのやつとか、もう8割減ってますね。もうどうしましょう、おじいさん。首くくらなきゃいけません、まあ、言いましたからね。っていうか、僕の友人でホテルやってるやつ、消費増税の前に辞めましたけどね。いや、もう消費増税やないと、もうちょっと無理ですわ。で、またあの消費増税やるときに、なんかあのキャッシュレスとか入れたら得や言うて、やし、それもなんか入れなあかんのですけども、そこまでの余裕もないから、もうちょっともう辞めますわ。辞めたやついましたからね、僕の友達で。ホテル。何してくれたんだよ、ちょっと。ちょっと話した。で景気動向指標、指数って、そこ小売りだとか実質消費だとか、いろんなアンケートだとか、なんか、まあ、いろんな尺度をこう一致させた、まあ、一致っていうかこう、まとめた指標があって、これがね、まあ、ちょっと分かりにくいですけど、5.6 ポイント下落した、5.6 ポイント。で、これは、
14年4月の 4.8 よりはやっぱりでかいです。やっぱりでかいです。で、東日本大震災が2011年3月以来ぶりの大きさの下落だったんですよ。だから今回の消費増税は東日本大震災級の破壊的インパクトを日本経済にもたらしているということが出てるわけです。一番新しいやつは11月の機械受注額っていう、なんかこれはあの日本工作機械工業会っていうのが出してる、まあなんかいろんな工場がどんだけ発注してるかっていうやつですけど、なんと 37.9% 減。もうこれクラッシュですね、経済クラッシュですね。平均ですから、平均で4割減ったってどういうことそれみたいな話なんですよね。だからもうほんまにこれ首くくる人絶対いますよ。人殺しですよ、こんなで倒産するところも出てくるだろうし、さらに言うとね、このさっきのラジオで喋ってましたけど、こういう人たちってこう資金繰りでギリギリやってるわけですよ。資金繰り言ったらなんかこう鉄板買う、素材買うで、ちょっとお金貸してくれ言って買うで、作る、売る収入があるだろうと思って、その収入で返すっていうつもりで自転車操業やってるわけですよ。ところが4割減ったわけでしょ。これちなみに10月も4割ぐらい減ってますからね。 35% なんですよ。10月11月こんなんなったらですよ、この2ヶ月間の資金が焦げついとるわけですよ。ほんまでもこっちでも金返せ金返せ金返せって誘惑、借りてたとこ金返せ言ってくるわけですよ。いやでもちょっと今ちょっと入ってくるはずだぞ、待ってくださいって、待たれへんなって言われるわけですよ。でもしょうがないからサラ金に走る、あるいは闇金に走るですよ。これでも闇金に行ったら10日で終わりの牛島君みたいなやつもおるかもしれませんからね。でも地獄ですよ、ほら。だからもうこの数字の裏に地獄に落とされた中小企業の経営者の方、労働者の方、その家族の方が山ほどいるわけですよ。あの 15% の裏にもとんでもない失業者がいっぱいいるわけですよ。僕の友人でもまだね、そのさっき言ったホテル辞めたやつ、まだ次の仕事をどうしようかって考えてるから、まだ彼はまだ何とかお金になるかもしれませんけど、どうしようもないやついっぱいおるわけですよ。日本の国力がダメになる、中国との格差が広がる、アメリカとの格差が広がるっていうのもあると同時に、こうやって全国各地で地獄に落ちてる人がいっぱいおるわけですよ。増税なんか何もせんでええのにしてしまいやがって、とまあそうなんですよね。でこの中で景気動向指数って細かく見てみますとね、これは2010年からこう書いてますリーマンショックっていうのが2009年のそこから経営が下がったけど、ずっと上ってたんですよ。ここで一回東日本大震災でドーンとこう下がりますけど、ああいう地震の被害ですぐバッと元に戻るんですよ。地震の被害って一発で上がりますよね。一発でも消費増税ってずっと被害をボディーブローというか、ずっと殴られ続けるというかなんですよね。だから地震と消費増税だったら消費増税の方がえげつない帰結をもたらすわけですけど、まあ、そうやってこうなんだかんだと上ってきました。ずっと上ってきます。で14年で増税しますダメになります。ダメになりました。でダメだったんだけど、一応外需が伸びてきました。だからこうちょっとこう回復しているように見えました。でその外需もダメになってきましたね。輸出もダメになってきました。でそのダメになってきたところで消費増税ズドンと下がったわけですよ。でこの下げ幅は14年の時よりもえげつないし、こんだけ下がったのはあの東日本大震災以来なんだということなんですね。ひどい話です。ということでね、消費増税をやると、まあ、こうやってここでダメになって、この後2回消費増税しましたから、また日本はもっとダメになっています。ダメになっています。ダメになっていくとどうなるかというと、これは世界との比較なんですけど、 GDP 僕たちの所得の合計値ですけど、世界は伸びてるんです。日本だけ伸びてない。で97年の増税からまだダメだった。でここで2回の増税ってまたダメ。でもその間中国、アメリカ、ヨーロッパ、その他の国々はどんどん伸びていく。伸びていくとどうなるかというと、昔は世界全体のお金の 17% のお金を日本人が牛耳ってた。すごい経済力。だから増税で成長しない、予想は成長するということで、日本はこれだけの国になってしまった。
でこれをドル建てで比べると、まあ、世界最低の成長率ということに今なってしまっているということなんですね。ということで増税をします、貧乏になります、国力減りますんですよ。でもね、これよりももっとアホな話があるんですよ。何かっていうと、増税します、経済ダメになります、税収減りますなんですよ。増税をすると税収が減るんです。これが証拠です。97年で増税をしました、一瞬だけ税収がちょろっと増えました、だけどその後どん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 下がっていったんです。いや、そうですよね、経済が悪くなったんだから、そりゃ税収、所得税も減ります、法人税も減りますなんですよ。で税収減ります、そしたら政府どうなるかって言ったら、赤字国債を発行せざるを得なくなります。社会保障払わなくなるから、しかも不況になります、そしたら生活保護受給支給額も増えます、失業保険も増えますなんですよ。消費増税やりました、税収減りました、社会保障費の支出も増えましたんですよ。そしたら当然ながら赤字国債の発行額はうなぎ登りになります。結果はこうです。97年の増税までは大して赤字国債発行してなかった。97年の時はちょろっとあった。でも97年以降増税をした瞬間に23兆円まで激増したんです。激増ですよ。でこれを見たアホども何を思ったか、借金が増えたから消費増税をしなければならないって言ったわけですよ。もう殺意を抱きますよね。アホにもほどがある。だからね、本当なんでしょうね、消費増税はね、税収を増やすためにやってるというわけですらもうないんですよ。僕はね、100歩譲ってですよ、国民が不幸になります、国力は減ります、だけど政府の財政が良くなりますやったら、まだ言ってる意味は分からなくもないですよ。だけど増税します、国力減ります、貧乏になります、選手の赤字も増えます、メリットゼロなんですよ。メリットゼロ。こんなことね、もうなんで京都大学まで来てですよ、博士課程取ってですよ、助手になって准教授になって教授になった人間どもはね、気づかないですか。いや、気づいてて言ってないですか。本当悪いやつじゃないですか。気づいてなかったらアホやし、気づいてってたら悪いやつかアホかどっちやねんってことですよ。まあ多分ね、アホでも悪いやつでもなくてね、興味がない。それって悪いやつですよね。経済学部に来て興味がないんかってこと、日本経済に。でもないじゃん。彼らが興味があるのは学会での地位と名声と自分のプロモーションと、より高いステータスの論文集で論文にすること。何が嬉しいねん、それの何が嬉しいねん、ほんまにね。でそれはね、京都大学の方だけじゃないですよ。僕はもう京都大学よりもっと悪いやつ、やっぱりね、東京大学だと思います。慶応大学です、早稲田大学ですね。これはもうだって京大の先生何を言うても誰も聞いてないですからね。だから京大の先生あんまこう山がいくつかありますから、東京霞が関までこう関ヶ原も箱根も声なわけませんから、ここで何言うてるのも関係ないから、まあ京大の先生はまあいいですよ、まあ、まあなんか許してあげる気がありますよ、自分も京都大学の人間としてね。まあ、東京大学が一言言ったらああ響いとるわけですよ、霞が関でああ響いて。で日経新聞にも載る、なんとかサテライトでも喋る、それで世論作っとるわけですよ、嘘ばっかりついて、めちゃくちゃ。ということでね、まあ、消費増税をやると税収も減ると。でこれ税収減るメカニズムは、ね、これ明確なんですよ。先ほど申し上げたように、一個ずつ考えたら、消費税を上げます、消費が減ります、所得が減ります、所得が減ると所得税率が下がりますです。わかりますか、累進課税っていうのがありますから。
これ198万円やったかな以下の人は 5% です。500万とか1000万とかあったら 10% とか 15% とか 20% の税率払いますから、みんながお金持ちやったら実は所得税率って平均所得税率って 10% とか 15% とかに行くわけですよ。ところが今めっちゃみんな貧乏になってますから、ね、消費増税のせいで。この間ね、とてつもなく恐ろしいグラフ見たんですよね。疲れたな、ちょっと待ってください、ね、どなたかのコメントでね、これ面白いな。あ、よかった、またね、あの、フェイスブックいつも見てくださいね。あ、もう、これさっき僕が書いてたの、これ面白いですよ、これ。桜を見る会に納得せず 75% って書いてあってね。政権や多くの保守メディアや自称保守の皆さんはどうやら大きな思い違いをしているようですが、国民がイラついているのは桜を見る会の問題そのものではありません。そんなくだらない話じゃなくて、立派であるべき総理大臣や官房長官や内閣の面々が国会答弁や閣議決定まで含めて子供でも分かるような嘘をつき続けているその態度そのものにうんざりしているのです。そしてそんな嘘をつくような輩が大切な経済政策や外交政策をまともにやっていけるなんてこと絶対ありえないだろうということを多くの国民が少しずつ気づき始めているのです。嘘じゃないというのなら正々堂々と誰もが納得できるような当たり前の説明をすればいいだけなんです。ね、面白いでしょこれ。うん、まあ、こういうのね、さっき3時間前に書いてたんですけど、まあ、これはまあいいんですけど、まあ、全然良くないですけど、これまあまあ、これだったかな、どれだったかな。いやこれね、いや日本ほんまかなと思った。あ、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった。ね、あのグラフをね、ぜひね、お店で言うと一番いいんですけど、ぜひ、ね、これ、フェイスブックで見てください。なかなか面白い情報、いつもね。異常な閣議決定乱発に憲法を触る資格なし。とかね、まあ、こんな話とか。あ、どっか行っちゃったなぁ。あ、どっか行っちゃいました。これね、何を言いたかったかというとね、要はね、500万以下の所得の人が、400万所得の人も大体もう、7割ぐらいなんですよ。で、400万ぐらいの所得の人ってもう実質上のブラックな状況で働いてる人たちほとんどですよね。で、600万ぐらいの人ってね、もう1割か2割ぐらいで、600万以上の人がもう大体4分の1ぐらいなんですよ。なんか国民のね、なんか 75% ぐらいがね、なんかこうブラックな感じで働いてるか、で、まだね、400万ぐらいだったらブラックなぐらいでいいんですけど、所得200万とか300万になってきたら、もうなんかカツカツなんですよ。ブラック企業ですら働けないような人たちも、これがもうね、3割ぐらいいるんですよ。ってことは、今所得税率だだ引くだってことなんですよ。これはね、600万以下の人が3分の2、500万以下の人が3分の2っていう状況はね、確かそのグラフ見たら、かわいそうって、一面にはかわいそうってことなんですけど、これあの、財務省的に言うと、やっべえよこれってことなんですよ。税率低いじゃんこれ。もっとこいつら肥やしてよ、もっと金踏んだくれる人がない。俺たち商売上がったりだよって思うべきなんですよ、財務省のやつら。こういうふうに思わないんですよ、あいつら。これね、僕が普通に、だから金のことだけ考えてる、金の農家の財務省だったらね、絶対このこいつら太らせることを考えますよ。ちょうどあの、鵜飼やっててね、鵜飼の、鵜がみんなカリカリでこんな死にそうになっとったらもう、あいつ捕まえてくれないじゃないですか。だからちょっとこう、鵜飼使いすぎてあかんの、ちょっと鵜飼ちょっと元気せなあかんよな、みたいな。って思うじゃないですか。これが正しい経営、合理的な経営の考え方だと思いますけど、あいつらそういう東大法学部出たら、わかんないですかね、そういうことね。あの、東大法学部ばっかりって大体あの、財務省のやつらってね、まあ、ばっかりでもないですけど、まあ、兄弟からも時々言ってあるんですけどね、まあ、少ないですけど、なんでこんなことが分からへんやろみたいな。でもね、多分ね、ここまで分かる分からないじゃなくて、興味がないです。彼ら実はね、税収には興味がないです。先ほど学者どもは、いい論文を書いて、学会で認められて、大学の中で生き残ることってことだけですけど、財務省のやつらは、自分の組織の中で上司から睨まれないで、で、失点を犯さないでちょっとでも上に上がることを目標にしてるんですよ。その時に税収が上がるとか下がるとか
どうでもええんですあいつらは。この辺はあの法学部でもねよくご研究されてるハンナ・アーレントの、 あの研究をね、あのエルサレムのアイヒマンなんかよく読まれると一瞬で書かれてる話だとは思いますけども、それと完全に同じことが財務省の中で起こっていると、僕はそれがよくわかる。でもそれは別に財務省だけで起こってるんじゃない、経済産業省でも起こってるし、官邸の中でも起こってるし、内閣でも起こってるわけですよ。比較的に農学部とか、ね、農水とか国交とかちょっと虐げられてる省庁に行くと結構まともな役にいい人いるんですけど、やっぱり人間多少虐げられておいた方が人間でいる確率を上げれるっていう感じがあるなということでね。だからあのデフレになると消費税で所得が下がると所得税率ガクッと減るんですよ。だから所得税収が思いっきり減るんですよ。だから消費税が多少増えたところで大したことないってことなんです。で法人税もします。法人税は利益だけにかかりますから、でかつ利益を払える会社っていうのはインフレの時には7、8割いますけども、デフレになったら3割にまで激減しますから、法人税収も激減りします。だから財務省はぜひね真面目に税収をどうやったら上がるかだけを考えてもらいたい。お前の出世はどうでもええから、とにかく税収がどう上がるかだけを考えて、そしたらおのずと消費税は上げるっていう議論にならないっていうことなんですね。ということでどうしたらいいかっていうと、もう簡単なんですよ。だ今も日本は消費増税によってデフレになって所得も減って税収も減ってでめちゃくちゃになってますよね。でこれは何でかっていうと消費税を上げたからなんだから、そしたらこの日本を救い上げるにはどうしたらいいかというと簡単です。消費税率を下げればいいんですよ。下げたらでの 8% に戻しても意味ないですからね。 0.4% ずつ伸びててもしょうがないから、やっぱり 5% に戻さなくていいんですよ。 5% に戻したら 1.14% ずつ伸びていきますから徐々に回復できてきますよ。で 5% に戻して、それと同時にものすごい、まあ、ここからちょっと今日はあんまりそんな話はしないんですけど、しっかりとした財政政策を行って、でデフレを本当に脱却できてインフレギャップが明確にできるようになったらね、実質上のね、あの統計上のじゃなくて実質上のインフレギャップが本当にできる高圧経済という状況が3年間高圧経済って言うんですけど、その3年間程度続くようなほどものすごくしっかりと経済政策として財政政策、政府支出を拡大しておけば、もちろんあとはもうサイフォンで水が勝手に流れていくように日本経済は成長していきますよ。そうなったらもうね、平均伸び率 2.6% ぐらいの時代をもう一回戻すことができますよ。3年でできる。そしたら財務省が泣いて喜ぶほど税収が増えますわ。ガンガン増えていく。でインフレになったらね、どうなるか一つずつ説明していきましょう。デフレからインフレになったら、まずだから所得が上がりますよね。税収が上がります。そしたら地方の税収も上がる。そしたら地方のいろいろな公共サービスのレベルもどんどん上がって、でいろんなところでインフラも作れるようになっていきます。で介護とか医療の問題もどん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 緩和していきます。でみんながお金持ちになっていくから薄利多売で働かなくてもよくなっていきます。だから百均がどん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 減っていきます。百均がどんどん減っていくんで、吉野家だって中尾だって値段が50円とか100円とか上がっていきます。それでラーメンの値段も一般1000円とかになっていきます。これいいことなんです。もうこの間スウェーデンに行ってきましたけど、もうスウェーデンでもラーメン屋が最近増えてるんですよ。ラーメン屋、ラーメン一杯2500円ぐらいしてるわけですよ。ラーメン一杯もう、だからこっちやったらもうその辺で700円とか600円じゃないですか。それはだから人件費がこっち安いってことなんですよ。でなんで人件費そんだけ安くなってるかって言ったら、鶏と卵ですけど、ラーメンがいっぱい600円だからですよ。でもラーメンがいっぱい2600円やったら、あのバイトの兄ちゃんの時給も1800円ぐらいなっとるわけですよ。でそれなんで1800円でけんかって言ったら、僕らがお金ないから600円でしかラーメン買わないからですよ。で僕らお金持ちが2600円のラーメン金払いますからね。銀座行ったらもう毎晩ドンベル開けてるやつおるわけですからね。払えるやつおったら何もでも金払うわけですよ。物の価値っていうのは払うやつ決めとるわけですよ。そんなものは、まあ、ダイヤモンドなんてそうやつよく言われますけど、もう決めとるわけですよ。なんかまあ
ってことで、だからデフレが脱却で消費税が減税されて経済政策しっかりやってインフレになったら賃金が絶対上がってきます、消費が上がってきます、そしたらブラック企業がどんどんなくなっていく、ラーメンの値段が上がる、それから車の値段も上がるし散髪屋の値段も上がる、そしたら労働時間を短くても稼ぐことができるようになります。これこそ働き方改革ですよ。働かなかんで、あの高いものしか売らなくなっていったら人手不足も解消していきます。安いもんええんですから。スウェーデン人なんかもう4時になったら大学誰もいないですからね。金曜なんてもう午後2時になったら一人もいないですよ、あいつら。ほんで夏休み60日ぐらいあるんですよ。もうこっちはもうじっとテレビ見るしかないわけですよ。働けど働けど、なんでそんなことになってるかって言ったら、一杯のラーメンの値段が高いからですよ。高い金払ったらいいんですよ。いやだって今弁当、うちの近所の弁当屋250円ですよ。そこに鮭やら米やら豚やら入っとるんですよ。ほら養豚業者も漁師さんもお百姓さんもほら儲かりませんわ。そこのその弁当屋のおっさんもそんなんもう禁止でもそれはなんで禁止できないかって言ったら、それ買うやつがいるからですよ、貧乏な人が。で高いものを買える人が少ないんですよ今。だからみんなをまずお金持ちにしてやること、僕は今日も MMT の議論じゃないですけれども、 MMT っていうのはそれを明確に理論化してるわけですけれども、モダンマネタリーセオリーは、まあ、それは今日はその議論はしないんですけれど、しっかりと国民を豊かにすること、鵜飼の鵜を太らせること、そしたら鵜いっぱい捕まえてきますから。そしたら次何が起こるかって言ったら、ブラック企業なくなるでしょ、働き方改革もできるでしょ、それで物の値段上がっていくでしょ、そしたら日本の食文化のレベルも上がっていくわけですよ。今もなんか安いあれのかな、もうなんとか遺伝子組み換えなんとかようわからんの、なんか安いの外国からどっから持ってきたかわからんのか、わからん、こんな魚の身みたいなフィレオフィッシュみたいな食べて、でうまいうまいとか言ってますけど、そんな安いもん食べへんと、でも虫もちゃんとお金かけるようになったら、どん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 ね、いろんなところの食文化のレベルが上がってきます。京都の食文化のレベルを作ったのは京都人の富ですよ。京都人に富があったから西人の着物を買うことができたから、西人が豊かになってったんですよ。西人のスキルがあったから京都が豊かになったんじゃないんですよ。需要が供給を作るんですよ。供給のレベルを上げるんですよ。で京都人の雅ができたのもそこに金があったからですよ。こうやってね、日本人のレベルもどんどん上がっていく。そしたら次に何が起こるかって、衣食が足りるから礼節が出てきますよ。そしたらね、子供殺す親が少なくなりますよ。親殺す子供も減りますよ。そらね、どんだけ金持ちになっても子供殺す親も親殺す子供、親殺す子供もおるでしょうけど、その数が減っていくってことですよ。本当にね、これはね、途上国なんか言ったら、途上国の問題は結局治安の問題になって、治安の問題の根幹にあるのは貧困なんですよ。貧困がなければもっとね、だから人間は衣食足りて一定の礼節ができるんですよ。で一定の礼節ができたら何ができるかって言ったらね、政治のことを考えるようになるんですよ。今ね、政治にみんなものすごい無関心で、明日の自分の米、明日のパンのことばっかり考えてる。だって 6割か7割ぐらいの人がブラック企業以下のところで働いてるわけでしょ。でもう生活保護受給レベル以下で働いて生活してるとか3000万人もいるんですよ。こんな人らに消費増税の問題をこれを知れ、 1.14 に下がったらおかしいやんって分かれって言ったってね、この本買えないですよ。この本を皆さんは買えると思いますね、この本買えないですよ。だから、ね、そんなこと考えられないんですよ。だけどそれが、ね、今政治不信とか政治が世論が腐ってるのは、ポピュリズム的政治が行って、その劇場型のもう小池屋とかもう大阪の何菓子とかもうしょうがないパロやないですか。ああいうのが出てきてるのはこれデフレの帰結なんですよ。衣食足りて礼節を知るじゃなくて、衣食がなかったら礼節を知らんから、あんなポピュリズム政治が蔓延してるわけですよ。だからデフレが脱却できてインフレになってったら政治環境も絶対に良くなる。だって昔はバカ野郎って言っただけで解散したんですよ。あれの何兆倍のことを言ってます、あの人も。今もうバカ野郎ってあれ一言言っただけでですよ。あれでそんだけで解散できるような、そんだけの国民の民度があったわけですよ。もうだって今や反社の定義でけん、そしたら暴対法やめっていう話ですよ。
だって警察の長やろお前ってことですよ。ほんじゃ警察何取り締まってんねんってことですよ。あんちゃね、報告的にこれぜひちょっと言っていただきたい。こんな状況が放置されてるのはデフレのせいなんですよ。でもインフレなんてこんなやつ絶対許さないです、そんなものね。だからデフレから脱却できればブラック企業もなくなる、貧困もなくなるだけじゃなくて、礼節を知るようになる、政治環境も良くなる、文化のレベルも良くなるんですよ。だって昭和時代そうだったじゃないですか。昭和時代、平成元年の頃、まだデフレになる前の頃、まだ日本は豊かだった、まだ豊かだった。もうちょっと今の日本人よりもマシな日本人が多かったと思いますよ。もうちょっと政治のこと真面目に考えてましたよ。人はパンのみに来るにあらずですけど、パン以外のことを知るためにはパンがいるんですよ。だから今こそ本当に経済のことを語らなければ明日の日本は絶対ないと思う。そのための第一歩が 5% への消費減税だと僕は明確にそうであると学者として心の底から確信しております。大体これで私の与えられた時間が終わりましたので終わりたいと思います。どうもありがとうございました。具体的なデータを示して分かりやすくお話しいただきましてどうもありがとうございます。若干目の方に質問をいただくことがございます。ですね、録画をしておりますので、顔出し NG という方は、ご発言の初めに顔出し NG というふうにおっしゃっていただけるとありがたいと思います。先に手が上がったらシュンベーターの言葉なんかで言うと、アクティブマネーをしっかりと増やしていくための政府支出の拡大をやるべきだと思います。
したがってこれはボンド、一般的にはボンドを国債を発行して政府がどういうところにお金を使ったらより効果的に成長できるか、あるいは今の日本の国益のためにどこにお金を使うべきかをしっかりと議論をした上で、僕は財政赤字をあと15兆円から20兆円程度拡大するというようなほどの政府支出の拡大を行えばデフレ脱却ができるんじゃないかと僕は計算をしています。で、足らなければ25兆円から30兆円またやればいいと思いますし、いずれにしても政府支出の拡大を行えば確実にどこかのポイントでデフレが脱却できるところがやってまいりますので、そこまでしっかりとやればいいというのが第一点です。で、正直内部留保の問題なんですけど、内部留保がなぜ起こっているのか、今これ政府で非常に危険な議論がありまして、内部留保がダメだから内部留保課税をやろうみたいなことを言ってるのが多いんですけど、これ非常に危険な議論だなと思うのがなぜかというと、なぜ内部留保がここまで進んでいるかということのメカニズムを理解しないまま内部留保対策をやろうとしているからなんですね。この内部留保が増えるというメカニズムはこれは2つ明確にありまして、まずミクロとマクロなんですけども、マクロ経済学的に言うと、もしもマーケットのいわゆる R と G で、経済成長率の方が金利よりも高い状況が訪れれば、そこに投資をした方が金融資産として持っているよりも利益率が高いということが思われます。これ逆に言うと、もっと分かりやすいことで言うと、実物経済の中にビジネスチャンスが十分にあれば民間企業はそこに投資を行って、回収をしようというモチベーションが働くはずです。したがって今いわゆるビジネス環境が上がっていけば、これは内部留保はおのずと縮小していくというふうに思います。で、この G を上げるためにどうしたらいいかというのは、まさにこれは卵と鶏の議論になりますけれども、デフレ脱却そのものだと思います。デフレを脱却すればビジネス環境がどん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 改善していくので、昭和時代のように投資をしていこうというインセンティブが働くはずです。逆に言うと、これはもうすでに証明されている事例であって、デフレになってから内部留保というのがどん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 肥大化していっていますので、このインフレ率とデフレ率によって、結局その内部留保の増加率というものが依存しているというふうに、これはもうデータ上明確に出ているところだと僕は分析で出しているところなんですけど、したがってデフレを脱却することが第一の内部留保を下げる一番の必要なものだと僕は思います。したがって、デフレを脱却するために内部留保を吐き出させろという議論が今政府にあるんですけど、これは無理だと、空中に座るみたいな立つような話で、これは無理だと僕は思う。で、もう一つやっぱり ROE 革命だとか、あるいは、資本主義の会社法が改正されて新会社法になって、もともとはオーナー企業さんの会社というものはオーナー企業さんのものだったのに、今どん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 株主の力が強くなって、コーポレートガバナンスだとか何だとかとかつって、株主の方向にお金が流れていく方ように流れていくように、どん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 アメリカ流の、法改正がどん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 なされてしまって、でこれによって、利益を圧縮させて、そして株主配当をどん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 増やしていくというような傾向がすごく強くなっていると思います。で、これが間接的にではありますけれども、労働分配率を引き下げる強力な圧力をかけていってしまって、実際データを見ます と、企業収益は確か過去20年ぐらいで2倍ぐらいになっているにもかかわらず、労働分配率は横ばい、確か賃金はそのまま横ばいで、株主配当金だけ5倍になっているという恐ろしいデータがありますけど、これは ROE 革命をはじめとしたさまざまなコーポレートガバナンス等々の今の経済産業省中心としたアメリカに対する追随政策が行われたことの帰結だと僕は思っています。で、これによって労働分配率が引き下がって収益が上がってくるので、収益が上がって、でかつそれで株主配当に出すというのもあるけど、いや、 やっぱり出すのももったいないからちょっと留保しとこうみたいなことになってしまっているというところもあると思います。したがってこれはやっぱり昔は山一証券の社長のように自分の社員のために涙を流すような経営者がいっぱいいた一方で、今やもう会社の社長というのはサラリーマン社長みたいなやつばっかりになってきて、この平成元年から令和元年にかけてものすごく日本人の会社のメンタリティも変わってきた。で、それを裏付けするような法律体制の変化があったということも、また内部留保を増やしてしまった大きな問題だと思う。したがって労働分配率が低いということがデフレの原因を一個形作っていますから、労働分配率を上げるような
コーポレートガバナンスの逆規制、修正というものが僕は本来は必要であって、昭和時代のような、法律状況まで持っていけとまでは言わないけれども、もうアメリカに媚びすぎてここまでやりすぎなので、もうちょっとこう日本人の、そのステークホルダーとして、そのストックマーケット その資本家だけじゃなくて、労働者とか労働者の家族とか顧客とか社会とか、要するに、三方一労働みたいな、世間よ売り手よし買い手よしさ、世間よしというものを見ずるような、そういう法体系に変えていくということももう一個必要だと思います。でだから僕はそういう意味では、デフレ脱却のための財政政策と非竹中平蔵的な逆コーポレートガバナンス改革というものが必要だというのが僕の一考え方です。マネーサプライズ増やしてもインフレだけにならない。それはマネーサプライだけ増えても、これは結局そのマネーというものは金融市場と実物市場と2つだけ、2つあって、実物市場にお金が流れ込まないでマネーサプライだけ増えたとしても、これは結局豚積みになっているという状況であって、ここに先ほど申し上げたのはお金を使おうとする欲求がなければこっちにお金が流れ込んでいかない、すなわちこっちにデッドマネーとアクティブマネー、デッドマネーという言い方は間違いないかもしれませんけど、こっちのアクティブマネーが少ないのが問題であって、僕は浜田さんたちが言っているリフレアには一貫して僕は反対しています。ああいうマネーサプライだけ増やしたところで、あんなコミットメントで、実物需要が増えるなんてことは絶対ありえないと言ってた通りになって、残念ながら岩田紀子先生がおっしゃってたことも完全に破れ去ったという状況になると僕は思っています。それは当然ながらそうなるはずはないので、一般的には主流派経済で特にマネタリズムの経済学においては、経済というものを一つのマーケットだと考えてしまう習性があるというふうに僕は見えているんですけど、実際は経済というものは、この実物市場と金融市場と2つあって、でこっちだけ増えてもこっち増えないという構造があるということを前提にした経済学で物事を考えなければならないというふうに思います。それだってマネタリーベースだけ増やしても意味がないというふうに思います。ありがとうございます。ちょっと重たいのがありがとうございます。先生ありがとうございます。弁護士の福山と申します。来年にはその京都の市長選挙に出ようと思ってるんですけど、頑張ってください。で、先生の話は非常によく分かりました。で、地方で何かできるとすれば、消費税の 5% に下げろという話のインボイスの話というのは僕のマニフェストにも歌ってるんですけど、京都市で何ができるか、もしアイデアがあれば教えてください。やっぱりその、今財務省の圧力を受けた、総務省の圧力を受けて各自治体がプライマリーバランスの黒字化をすごくやってしまってるんですよね。で各議会とか各市の政治家の方々が皆さんそのプライマリーバランスを黒字化することが善であるというふうに思って、どんどん予算をカットしてしまっているところがあるんですけど、それは確実に自治体の体力を引き下げます。これ今日データを示してないんですけど、僕国ベースでも自治体ベースでもやったことがあるんですけれども、横軸で財政支出の拡大率、縦軸にその自治体の成長率というものを取ると、きれいな右肩上がりのグラフができます。したがって財政赤字を恐れずに拡大したところはしっかりと成長することができて、税収も増えていくことができるということがあるので、ただもちろん議会あるいはその行政の中でどこにお金を使うべきなのかということをしっかりと議論しながら、ワイズスペンディングをやるということは間違いなくやるべきではあると思いますけど、しっかりと市民のために使うべき時は使うということをおっしゃることがとても大事じゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。質問に答えながら大変有用な情報がたくさん入っていたと思います。本日は短い時間でしたけれども、とてもありがたい貴重なお話いただきまして、感謝を申し上げます。この後はオンタイムにちょっとだけ伺っていただきますので、ご講演の質疑の方もこちらでさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。